調整音楽において、例えばドミナントがトニックに行くだとか、同音が主要に行くだとか、その我々は意図しなくても、音楽そのものが持っている何か欲求のようなものというものを操作するというのに興味を持って、私は作曲をしています。今回の作品は、卓球やテニスのようなボールのラリーを例えた曲で、まあ、ボールというのは自然界にあるもので、それも自然な何か欲求を持っていると思うんですけど、それを見えないボールのをこの2人のプレイヤーでやり取りするその欲求を操作して作品を作るというのをコンセプトに作曲いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
面白いんですけど、何度も大変です。それはやっぱりもう少し素材を制限して、そこで面白いことができると思うんですね。最初の一番最初の冒頭の始まりの部分、これだけの素材でもこのぐらいの長さの音楽が太いと思うんですね。でこれだけたくさん使うと聞いてる人は面白いんですけども、作曲というのはそういう面白い音を使えば音楽じゃなくて少しこう違う世界に連れてもらうというか、そういうコンポジションというのはどういうことかというと、もう少し考えないといいのかなと思います。すごく面白いですよ。あの演奏も生き生きとして、あなたがおっしゃった一つ一つの音の力みたいなのをね、言ってると思うんですけど、それをどうやって作品としてもっと力強いようにしていくかというのは、まず愛のところで冒頭に書いてあるんですか、はい、ここから の展開はすごく面白いと思います。とてもよくできていると思います。前半にですね、例えばアドリブでブラフォンやマリンバを書かれたり、そうしても調整的な要素、あれはあなたによって気にならなかったですか。いや、実は僕が奏者に楽譜を渡してて、そのアドリブの箇所も全て音が書いてあって、あまりにも音が気になるので電話線の中でアドリブにしたんですけど、それでもやはり長く気になっていて僕も思いました。他の楽器が平均率がないんだって、この2つだけ平均率があるから、アドリブの時どうやってもそこだけちょっと違うみたいな、あなたがおっしゃったように一つ一つ音の力を聞くんだったら、もう少し制限をして一つ一つ音の力をどうやったらそれを相手の行動の中で生かしていくかということを考えられた方がいいと思います。これやればね、どうやったってある程度受けるんですよ。こんだけ作戦使ってやるのがそれはやっぱり危険なことで、そういう面白さでやめたら、もしかしたら打楽器の人がすごい上手な人がインプロビゼーションしたらもっと面白いかもしれない。そうすると作曲っていうことの、作曲っていろんな制限をして、そこが制限されたものから大きな世界を作っていくとか、そういうことだと思うんですね。で最初のあなたがおっしゃったそのアイディアみたいなものも、それもあんまりよく分からなかったです。でもこんなにたくさん楽器使って勉強になってましたし、ランタ楽器の人が上手だし、打楽器の魅力ってものすごくあると思うんですけども、たくさんたくさん打楽器を使っていろんな音色を出すっていうのはちょっともうある時代だったというか、癖なきすのね、脳みたいな、本当に一つか二つの楽器でずっとこう音楽を出していくような、そういうツボがもっと打楽器の原始的な力みたいなものが発揮されると思うんですね。であんまりこうたくさん何やっても面白いから使うと、そういうなんかこうおもちゃ箱をひっくり返したような世界、それもすごく面白いんですけども、何度も聞く、何度聞いても飽きないような音楽にはならないかもしれないですね。だから N のところですけど、ここはすごく面白かったです。こういうところももっと
もう少しリズムを複雑にされたらね、シンプルはいいんですけども、もうちょっとこれに5連符とか6連符とかと4連符重ねるともっと複雑な、音色だけじゃなくてリズムの面白さで音楽が作れるから、それも、もうちょっと意外とこのリズムがシンプルですよね。そうですね、クセナキセみたいな複雑なリズムを作るとは言いますけど、もう少しそれ工夫してポリリズムっていうのはやっぱりすごく面白いし、そういうのもアフリカの音楽とか勉強するとか、もうそういうことあれもすごく制限されてミニマルの中に歌が出て作ってると思うんですね。とにかくね、あんまりこういろんな音、これはこれですごく良かったと思うんですね。いろんなあなたの勉強になっていろんな音を聞いて、でだけどこの次はもっと制限して、最初のアイデアをずっと大事にして、本当に最初のスネアドラム2つだけでこのぐらいの長さで面白い曲を書くとかね、そういう訓練された方がきっと将来おっしゃられた通りなんですけど、一つのテーマで長くて細かくっていうのを僕はずっと苦手意識があって、どうすればそういうことができるようになるんだろうっていうことをずっと考えてるんですけど、細川先生はその点に関して何か点はありますでしょうか。考えるんですよ自分で考えて、だからそういうことの巧みな作曲家っていっぱいいますよ。シャリーノなんかいつも要素は2つぐらいしかないですね2つ1つ大体2つでも、本当に長い時間全然飽きさせないと面白いよく作れるし、やっぱりあんまりこう要素が多すぎると、それにこう参ってしまって、これだけでも面白くなってしまうから、サウンドデザインじゃない、サウンドデザインじゃなくてコンポジションですから、もっと一つ一つの素材を考えるってことで自分で工夫して、そもそも聴いている人が飽きないっていうのはどういう状態のこと、だからあなたが飽きなかったら飽きないですよ。なんか一番の最初の聴衆だからね、はい、それを考えて、その時はやっぱりあなた自身がそのいい聴衆なんで、いい意味持って、いいセンス持って、そういうそのためにやっぱり勉強、いろんなこと勉強しなきゃいけないし、そのことで一つ伺いたいことがあります。実は昨年リエキュームをやったんです。でそこでシッパル何でしたっけ、長いタイプだったロマンスボタンのタイプ、あとナーディフェルとか、歌と下書き読み人、あの作品をやったんですよね。であれっていうのは、まさにその打楽器のもう千変万化、いろいろな音色をですね次々繰り広げる、そういう作品でした。例えばあの作品はどのように評価なさる。それはでもそれなりにやっぱり制限があると思う。いろいろやってるんですけどね、そこはやっぱり違う形の制限があるんじゃないですか。本職だけじゃなくて、リゲティがやったらまた全然違う戦略になるんじゃないかと思うんですね。クレイジーですか。はい、ありがとうございます。そんな本当というか、こう
識したら、フランス音楽は個人的に好きなので影響はかなり受けているとても頑張らないと弾き付け美しい真ん中のところです。この緩やかなところ、32小節ですか。はい。で、ピアノ綺麗なソロの音色がありますね。はい。ここは何を考えていますか。ここは前半の激しい時期への打開というか、と後半も激しくなるので、この曲5分20秒ぐらいかなり短い曲なんですけども、音楽のドライブ感というか集中力がこう一回も切れることのない音楽にしたかったので、こういったメリハリをつけてこれを書きました。ちょっとABA のような感じでした、はい、どうして歪んだ世界を作ったら最後はもっと歪んでほしかったと思うか、最初に書いてあるやつですね。これまた同じじゃないですかね。そうですね、同じではないですけど、一応一番ベースとなった音が2なので、そういう、最後、講座的にちょっと違う音にベースとなってました。そうですね、ベースが見てるんですので、そこの音を聞いてみたいな。これ世界から思ったのは、本当クレイジーな世界を作ってると思うんですね。
最後の終わり方はどう思いますか？最後の終わり方は、そうですね、うん、まあ僕自身もある意味ちょっと露骨かなと思ったんですけど、こうある意味生々しさがあってそれもいいかなっていう、まあ、そういう感じ。これなくてもいいんじゃないですか？ちょうど僕は去年ベルリンで10月頃ですかね、坂本浩太君っていうチューリストと出会ってですね、彼もちょうど今日本に帰ってきてたところで、折も折で、じゃあ一緒に仕事しようと、で共同作業していくうちにですね、そんなにこう、彼がたくさん僕の思ってもみなかった素晴らしい音楽を持っているということに気づいた時に、今までの作風でいいのかということに思い当たりまして、彼との共同作業というのをどういうふうに進めてみようかという意味で、これはある意味でコレクティブワークというものの最初の僕の作品になると思うんですが、
そういうこう彼の持ってる言葉と僕が持ってる音楽的言葉が違うっていうことを考えた時に、シェリーの、イギリスの有名な詩人ですね、ロマン派の、シェリーの、ひばりに捧げた詩の最後の一行っていうのを思い当たったんですね。喜びのひばりの歌を称える詩なんですけど、高揚していく、喜びの半分でも分けてくれたなら、調和的狂気が僕の唇から流れ出して、私の唇から流れ出して世界は今、その時私が今聴いてるように聴くだろうっていう、僕と坂本君が、違う2通りの聴き方をしている、同じ世界同じ時間にいて、そこをコンセプトにしようと思いまして、この1行、これはあの露骨に引用されるところがあるんですが、その私が今聴いているように聴いていない世界の存在、それをこう作品の中にどのように受け入れるか、そんな時に、2人で玉川上水のマクドナルドに行って、で時間を計ってですね、あのこう聞こえてきた言葉をメモするんですね、あの時系列順に、熊さん熊さんとか、なんか女子大生がこう後ろにいたんです、あの熊さん熊さんとか、なんか全然面白くないとか、なんかそういうのをこう2人でメモして、あのほとんど声が聞こえない環境にいたんですけど、あの意外とあのだからほとんど同じ結果になるだろうと思ったらすごく違う結果だったんですね。そのだから同じ時間に同じ場所で話された、おそらく同じ言葉が、2人の聞き手、複数の聞き手によって別の言葉の聞き方をする、それが、僕の最初のページの、コンセプトになっております、異なる聞き方をしている2人がどのように舞台の上で共存することができるのかどうか、それを5つのパートに分けて、書いてみました、お聞きいただけたらと思います。ありがとうございます。
少しあのどういうふうにして音を出したのか説明してください。バジングとかフラッタとかで手を抜かせるということはやったんですけど、その辺は彼から、はい、以上が仕組みでした。この人形さんは、あ、これですか。これはただの人形なんですけど、戦車のように、マシンのように調査ワンをなり続けると、
調和の中に押し込められたフィクションとしての調査魔王だと僕は思ってるんですけど、でそれがピアニカで調査魔王しかならないはずのものが、まあ、息によって歪められてなっていくと、レンダーで。それに、まあ、一瞬だけこうギターと合わさるんですけど、それが僕がこう、これがなんか僕は搾取しているか、または搾取されているか、この調査魔王の意義が、その搾取されている手がこう、ね、かぶり物をかぶせられる、こういう意義に、そこでシリングしかにされるわけですね。あの世界を私を見ているように聞くだろう。そして、もう一回こう、今度はあのアホみたいにこう調査魔王が今回になった後に、今度は政治家の真似をするとしか学名書いてないんですけど、聴衆を暴力的に指差しながら、彼は口パクをして、僕はそれを伝える。それだから被り物っていう、こう、これと、まあ、二重になってて、今回は、安倍首相の秋葉原での演説を辞任をしたわけですけど、皆さん、あのように人の主張の訴える場所に来て演説を邪魔にするような声を私たち君とは絶対にしません。それは僕に向かって僕を指差している、僕が控えていて、だからいろんな関係性が起こっているっていう中の一つのマテリアルとして、あの、ちなみに補足までになんですけど、あのフルートの飛ぶ感を握ることによって実際音的にも干渉が起きていて、あのその普段、まあ、僕が、まあ、バルブをしてピアニカに音を送った時に当然なんですけど、こっち側は穴が開いているので、あのここから息が漏れてくるんですね。でこっちを塞いでしまうと、あの当然息は全部ピアニカの方に向かうので音が大きくなるっていう、一応物理的な干渉関係というのもあのフィクションだけではなく、喋ってらっしゃるときは、あ、数を書いて、これ何喋ってたんですか。最初の方でですかね、これをかぶってぬいぐるみの後に喋ったのはその、安倍首相の演説がそれです、はい。その時はからいなかったです。つなげてやるやつ。はいはい。ブロゴカールさんの知ってますか、その時に。あ、僕はトミコをよく知ってます。ベルギーさんもよく知ってます。ベルギーさん、日本に呼ぶつもりですか。あ、ぜひ。そういう言い方で、そういう作曲するにはやっぱりものすごく思想にしっかりしないとね、きちっと喋れて、今おっしゃったと面白かったですけども、コンセプトナリズムっていうのは今ドイツで皆さんご存知ですか。日本では知られない。賛否両論で。ヨーロッパでも賛否両論。そうですよね。いつもね、この前のヘルムラートの時に、彼がその悪口を散々言ってました。メルツミスイクとかね、そういうシーンの
律の楽章を14曲全部同時に演奏したっていう。同時同時に同じところで広いですよ、広いところですけど構造で、それもコンセプトなんですけど、それがすごく不機嫌そうな顔して言ってました。少しそういうことしゃべってます、皆さんご存じないかもしれない作曲家のクライド、ヨハネス・クライドか、クライド、そうですね、まあ、有名なのが、メディアを使うことっていうのと、そのメディアっていうのを、まあ批判的に問い直すこと、例えばイラク戦争での死者の数とか、その日経株価の平均とか、そういうものをグラフにして、それをすごくこう安易なメロディーでそれを載せちゃう、逆にだから音楽的に面白いとかじゃなくて、すごくこう例えば調整的な、メロディーにそのグラフ自体を載せてしまう、例えばそういうだからチープなこうメロディーがそこから出てくるわけなんですけど、チープなリズムと、それ自体を、そのことによって全部が加工のメロディーだったりするんですが、リーマンショック以降、例えばお金が下落するから、例えばで、そのことによって逆に今の世界を問うみたいなことだと思うんですけど、基本的には彼の思想っていうのはそういう、そうですね、ちょっとどういうふうに説明していいかっていうのは難しいんですけど、そのために例えばあらゆるこうポップミュージックみたいなのをこう本当に数秒とかに圧縮してしまって、でそれを日本でいうジャスラックですね、ドイツのゲマに電話してこれでお金かかるだろうかって言って電話して数秒にしかなってでかかるって言われて、でそれを録音、そのかかるって言われた電話を録音したのを作品としてっていう。そうです、だから年が上の世代の作曲家にはもう大ヒンシップを買うような、まあいろんなそういう、なんかそう卑猥な動画とかを普通に作品の中に入れ込んだりとか、まあそれも彼は思想があってやってるわけなんですけど、まあそういうふうな、スキャンダラスなことを作るのもうまいですし、その策略的にやってる部分っていうのももちろんあると思うんですけど、すごくこう若い世代の今の世代にはすごくヨーロッパ、特にドイツ圏ではすごく評価がされてる感じです。若者になんか受けているっていう感じの。ダルムシャットでもやったんですか、去年。あ、去年、行きました、はい、彼は行った、はい、レッスン受けられなかったんですけど、レッスンしてるところは見ました。やっぱりすごく政治的なメッセージがあるので、はい、いや、直接作品を見たことはないですね。うん、ペルヒさんは普通の曲も書きますからね、はい、オーケストラも書くし、はい、なんて言ってもやっぱり声のミュージックシアター。いや、僕はこういう曲について何も正直楽しみましたけど、日本では未だにそのアメリカ的なこう実験音楽の流派とヨーロッパっていうのが対立みたいな構図っていうのが未だに多分あるような印象があって、なのでそうですね、現代音楽っていう範疇がその今ドイツでは少なくともメディアだとかそういう実験系のものっていうのを読み直して広げていくというか重なり合っていくということが始まっているような気がするんです。だけど日本でこういうことをやると、コンテンポラリークラシカルと呼ばれないかなと思いますね。でも今ベルリンなんかだともコンテンポラリーミュージックと言わない、アクチュアルミュージック、ね、あ、一つアイテムミュージックとか、はい、アクチュアル、アクチュアル、アクチュアル、はい、アクチュアルミュージックですよね、はい、だんだん僕みたいなこう書くことにこだわってる作曲家は排除されてるんです。その代わりクラシックの
レーションね、インスタレーションとそういうこういうのがもう主流になってたり。今後どういうふうにするのか知りましょう。なんで取り付けていくか。ダルムシュタットの去年のダルムシュタットからドナウ震源までの期間3ヶ月ぐらいだけなんですけど、ベルリンに滞在していて、そのエヒトツァイトムジークっていうインターネットのウェブサイトがあって、それが本当にアクチュアルな音楽を毎晩やっている上演情報なんですけど、それにも夜な夜な通ってみたいな生活をしている、はい、時々はフィルハーモニーに行って、彼がちょうどその時にアイスラーのなんていう正式名詞、ハンスアイスラーに、はい、在籍していらっしゃって、なので音楽を案内してもらったり、楽屋の中っていうか楽器置き場なんかちょっと見せてもらったり、あわよくば肌で入れてもらって、まあ、そんなことはない、はい、そんなことはない。はい、クラシックもいわゆる、まあ、クラシックなコンテンポラリーも、まあ、今回こういうのは初めてだったんですけど、こういうのもこれからやっていきたいなと思います。必ずしもチューブは持ってとは限らないかもしれないって最近はちょっと思うんですけれども、はい、政治的であるとか時代的であるとかそういったものに、まあ、一緒に切り込んでいけたらいいなというふうに思ってます。場所を作ってして、その若いお客さんを取り込んでいかなきゃいけないんですね。作曲をされるときはやっぱり自分がどういう場所で発表するか、どういう
昔僕はね、あの長い間ドイツで勉強して帰ってて、日本に帰ったらもう全然そういう世界なかったんですね、アクチュアルの。なんかそれであの発揮をしたい国際作曲戦みたいなのが始まりました。その時にあの時さんがね、川島さんとかの人たちがすごく面白い人が出てきたんですけどね、あの頃はものすごく1990年代ですね、本当にあの発揮をしたいというね、あの洞窟なんだけど何もないところでやったんですけどね、もうすごかったですよ。もう若い作曲が集まって、初めて日本でラフになったとか、そういうファンに会うとか、そういうのを紹介したんですけども、やっぱああいう場所を作ったからすごく素晴らしい人が出てきたし、で日本の中でもそういう音楽は今も普通でやってるとは言えないけども、ある程度はまた今ちょっとまた閉鎖的になってますから、そういう場所を自分で作って、そうです、お客さんを感じることが大事だと思います。でもあのヨーロッパはものすごく今そうこういう音楽が盛んで、彼がやってる音楽をちゃんと受け止めてる人もいますし、一緒に今ずっと僕もあの1990年ぐらいから20年以上30年ぐらいドイツとヨーロッパを往復しながら仕事してるんですけども、やっぱりあのどんどんあのドイツは変化していくし、新しい世界を作り上げていくし、どの小さい町でもそういうことをやってるんですね、すごく盛んで、日本はすごく今弱いですから、時々はそういう外の風に当たって日本とは違った空気の中で当たるのはいいと思う。あの細川先生はあの、まあ、広島ご出身ということで、あの震災前というのは、まあ、あの広島っていうことが結構あの、まあ、作品の中にも反映する部分が多かったと思うんですけども、それ以降というのは今度はあの日本におけるこの、まあ、震災っていうことと向き合われるということが結構あって、まあ、場合によっては結構あのそれこそポリティカルなメッセージも含まれてくるような作品に、まあ、向かわれていると思うんですけども、あのそういったことというのはあのご自身の創作姿勢としてやはりこうあの、まあ、なんと言いますかね、こうずっとこう向き合い続けるというスタンスでいらっしゃるんでしょうか。まあ、そうですね、あの福島のことはあの自分 の問題でもあったわけです。それは自然とあのどういうふうに一体化するかというのが、ね、自分のずっとテーマでしたから、その自然がもう壊されているわけですから、何度も福島に来まして、原発の近くまで行って、ああいう悲惨な状況を見て、それやっぱり自分の音楽になるかとか反映するですね、ことをやっています。今もまたオペラを、ちょっと月のオペラでは地震とテーマで。スタイルは古いですから、もしも新しくですか、クラシックなポイントはどれですか。その代わりあのそういうクラシックな演奏家がね、やっぱ演奏してくれるようになりますからね、ここはどういうふうにしたらいいか、ここも難しいところですよね。今完全にそういうの分かれている世界もあるんですよね。両方を結べるように、例えばラフェマンなんかはあのクラシックのベルギルの演奏する中にもいられるし、そういうみんなの中にも入れるしですね、そういうのがやっぱり一番僕にとっては理想の姿だと思いますけど、まあ、あのラフマンについてもいろいろまだここにも彼が来たわけだし、ただあの批判的な部分もやっぱりちゃんと見ていかなきゃいけないと思うんですね。これは、はい、それではあの3日間に及んでありがとうございました。